はい、おはようございます。かりゆし龍神なんですけど、大阪ですね、停電してるみたいでですね、なんか今も停電中らしいんですよね。復旧しているところも、もしかしたらあるのかもしれないんですけど、一部ね、大阪のね。だけどちょっとまだ今のところなんか停電してるみたいで、停電の原因は分かんないんですよね。はい、台風に巻き込まれたとかそういうわけでもないみたいで、なんか大阪のテレビ局もなんか停電して放送してる。まあ向こうの場合はね、テレビの場合はなんか自家発電みたいな、病院みたいになんか、あの、なんか自家発、なんか自家発電的な、ごめんなさい、あの、病院みたいに電気がある、あの、あると思うので、そちらでなんか流してなんか放送しているんだと思いますけど、まあ、今のところ、大阪のほとんどはもう停電中みたいなんですね。はい。まあ、大阪の皆さん、まあ、くれぐれもね、気をつけてくださいね。まあ、その瞬間はね、この動画にはございませんので、ご了承くださいね。停電した瞬間はね。あ、でもなんか、X のところ見てたら、その停電の瞬間は、見れると思うので、なんか伊丹空港周辺の方のところとかね、それも見れるらしいですね。終わります。